先週、誕生日って話して、誕生日が、まあ、ありまして、一応、お誕生日は誰でもやる、ね。年の数だけ生まれて申し訳ございませんと。ただ生まれてしまったからには、一応、天命までは生かしてくださいって、あらぬ方向を見て土下座をするみたいなパーティーをやりまして、まあ、神さんと、過ごしたりしたんですけど、で、それでラジオとかでも、その誕生日プレゼントもくれやがらねえみたいな雰囲気をいっぱい出したら、いろんなところから誕生日プレゼントをもらいまして、で、リスナーの方からいただいたものなんかは今ありがとうございます。で、いろんなこうテレビ局とかで、レギュラー番組みたいな収録が近くにあったところでは、雑学王のスタッフ、やっぱ勢いある番組は違うねと思ったのが、雑学王の、スタッフがくれたのが、スピードガン。俺、十何年前自分への誕生日でスピードガン買ったんだけど、もうあんなのよりも全然高性能で、割と小さくなってて、しかも使用の免許のいらない、すげえ、割とモバイル型のスピードガンで、もうこれでね、いろんな街の原付きとかをこう測って、30キロ制限はむしろ法令の方に無理あるよねって思ったりとかできるから、その、むしろ安全じゃないんじゃないの ?30 キロ制限と二段階右足両方守れたら曲芸だねなんてこう、いろんなスーパーカーブをね、勝手に測って表を作ったりとかができますし、あとは出かける時とか割とモバイルタイプですから、望み本当に早いんだって、望みは本当に早いね、それをこう確かめたりとかできるやつと、あとね、クイズ番組だからすごいなと思ったのは、あれもう放送されたかな?されてねえかな?されてないとクイズの答えになっちゃうから。まあ、なんかそのジョギングの便利グッズみたいのを、リストバンドみたいのもらって。で、その後、まあ、俺あんま関係ないんだけど、お願いランキングゴールドっていうのスタッフが、ね、いつか俺に出てほしいのか、わかんないですけど、誕生日のプレゼントをくれましてね。で、あ、なんでもいいです、そんなに。実はまあ、お願いランキングとちょっと絡みがあるんですよ。ね、いつも、スタジオの、セットのどこかに潜んでるっていう、どこかに潜んで、今日の、出てるゲストの中で、誰が一番いい匂いがするかのランキングをひっそりつけてますよ。ね、つけてるんで。その日は、まあ、石原さとみちゃんがすごいいい匂いがしましたんで、1位っていう。ね、伊集院スマイルがもう出ちゃいましたからね。すごい勢いで。めちゃめちゃ出ちゃいました。2位がおすぎさんでしたね。おすぎさんの匂いが良かったんですけど。で、そんなのをやってる関係で、くれたんですけど、やっぱりゴールデンじゃないです。今度は、雑学王がすごく今好調で深夜だとすると、今度はゴールデンで今出てきた番組じゃないですか。メッセンジャーバックみたいなやつと、あと、俺がランニングやってるの知ってるから、鬼塚タイガーの復刻モデルのスニーカーみたいなのくれたんですよ。で、あと IJP っていう、ね、ね、もう今までのやつはテレビ朝日や!ね。東京 MX! 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 うっ!ね、でやってる。ね、もう言い方ですけど、B&B の広島岡山でもこんなに差つけなかったんですから、ね。東京弁。ごめんね、お母さんごめん。東京弁すごいってごめんね、お母さん。お母さん、いくつから分かったの。ごめんね。っていうところでやってる。IJP 怒られんぞ、姉妹に。姉妹に怒られんぞ。お母さん、育児がなかったのってなんだよ、お前ね。一回 CM 挟むわ。どうしたの、ヨシエ。そんなに泥だらけになって。お母さん、東京 MXTV ってそんな悪い?東京 MXTV やったらそんな悪い?誰かそんなこと言ったの?もう膝のアプリケ破られてもうて。もう母ちゃんまたそこにな、東京 MXTV のアプリケしてもうええ、
上 MXTV があるからね。あなたみたいなクソタレントが冠番組ができるのよ。はい。それに比べてテレビ朝日ねフジテレビどうしたのよしえ血が出てるじゃん。お母さん東京 MXTV な東京 MX のその東京 MXTV のもうこの遊びに小林信彦も愛想尽かすわこんなもの。褒めたことを取り消したがるわおそらく。でまず、あ、東京 MXTV のスタッフが誕生日プレゼントくれて、こういうのの誕生日プレゼントって番組でくれるときってのはおそらく大体こう AD の中の気の利く子がいて伊集院さんだったらこんな感じとか、まあそんなんで大体やってくれると思うんですけど、そうあれとかすごかったよ。そのお願いランキングゴールドのそのケーキ、いやなんかね誕生ケーキくれるじゃない、くれるんですけどね、くれるのはくれるんですけど、誕生ケーキのランクっていうかがあって、なんつーの、ただ普通のケーキね、あとはだいたい東京 MX の場合はたくあんを何層にも積んだもの、薄切りのたくあんをで円を描いたやつを何層にも積んだものにお仏壇のろうそくを立てたやつなんですよね。で、それを落とさせないで食べなさい。ケーキの味がしてくるから。ってお母さんに言われて大体食べる感じなんですけど。お願いランキングのやつは、なんか、有名なメーカーなのに細工してあるみたいな感じなんか。それケーキで、俺でもこのマーク聞いたことあるよみたいなところなのに、なんかお誕生日おめでとうみたいなのと、なんかその、砂糖菓子で作った伊集院光みたいなやつ。まあ、メッセージ的には血糖値を上がれっていう、まあ、メッセージが入ってんだと思うんですけど、そういうのとかになってて。で、まあ、MXTV は、三田寺梨沙ちゃん手作りの地味なパンプキンパイを、ね。で、食べてみてくださいとか、かいこと言うからさ、食べてさ、おう、普通のね、なんつって。で、普通だったんだもん。普通だね、なんつって、朝から作ってきてくれたんだ、なんつって。で食べて、でしたらその AD のチカちゃんと女の子がいるんだけど、チカザワちゃんと女の子が、買ってきた、番組からのプレゼントです、なんてもらって、あ、ちっちゃいんだよ。ね、でも番組のね、そりゃそうですよ。番組の規模が規模ですから、ね。プロデューサーが伊集院さん朗報ですって走って入ってきて250円の弁当を見つけたっていう。ね。もうすごい勢いで、少々の勢いでダーン入って、伊集院さんって、伊集院さん。250円のお弁当が見っかったんですよつって。今まで280円だったんですけども、みたいな。これでもうかなりのお金が削れますね。500円ぶつけて帰らしてやろうかと思ったよ。これでどうにかしようと思ったけど。で、まあその番組がちっちゃいんだけど、それ開けたらさ、知ってるお前。エネマグラって知ってる？エネマグラ。俺がずーっと歯痛いっつってたから、ずーっとその誕生日の後ぐらいからちょっと歯痛くて、歯痛いんだよねなんつってて、で実際若手のお笑いの今に安久ってやつは俺に電動歯ブラシの新しいのくれて、パッてもらった時に心が折れ曲がってっから、うわ俺口癖ってことかなこれ、歯痛いって言ったら忘れちゃってから、うわ俺口癖んだと思ってすげえ落ち込んだりとかまして、でその後が違いますよ伊集院さん歯痛いって言ってたからみたいな下りで、あそうよずいぶん前から俺歯痛いって言ってたなと思って、エネマグラね、吐いた頭痛にエネマグラみたいな感じの響きがするじゃないですか、じゃないんです、これが南蛮トライの最新の制具のなのです。なんかね、開けたらそのエネマグラ出てきて、なんかね、変わった形してんだよね。ちっちゃいパピコをすごいちっちゃくしたと思ってください。いや、パピコじゃねえな。あ、それこそ、ミシュランのマークみたいな形状あんじゃん。ふわっふわっふわっみたいな形状あるじゃないですか。あの形状の白い固めの脱脂麺なのかウレタン素材なのかみたいなやつがあって、大きさはそうね、中指の長さで親指の太さぐらいのやつです、はい、のふわっふわっふわってやつがありまして、あれぐらい大きさとしてはチョコラ BB ドリンクあんじゃん、
あれぐらい。だから親指よりちょっと太いかな。それぐらいの3段階の眉っぽい感じのやつに、なんつったらいいのかな。それが、まあ、メインで。そこから T の字型になんかこう、プラスチックが出てて。で、それがこう、両方、なんつったらいいのかな。ハサミの持つとこみたいな指をこう入れられるような感じになってて。だ多分思うに、親指に片方のそのハサミのやつを通して、もう片方のハサミのやつを引き金引くみたいに通すと、上に向かってボヨンボヨンが出る。上に向かってメインのボヨンボヨンが出るだけの器具で、エネマグラって書いてあって、で、何にもあと書いてないわけ。何にも書いてないよね。でもうピンときたよね。セーグだっていう、これはおそらく最新のセーグであるっていうものはピンときたんだけど、なんか聞いたらそのチカちゃんが言うには、またこの子が変わってんだよね。すごい普通の女の子なんだけど、割とセンスが良くて、いろんなその作業をするのに割とセンスのいい子で、頑張り屋で、これで顔自体は子供みたいな顔してんだけど、このエネマグラを選んできたのもこいつだから。したら、これ何なの？これってやらしいもの？って聞いたら、その通りですと。これは肛門に挿入して新しい快感を男性に与えるエネマグラっていう最新の、その、機器で、よく、男性は、女性は男性の3倍ぐらいの、その、快感を得てると言いますが、これはその2倍ぐらいの快感、エネマグラ社いうところのドライオーガズムが、株式会社エネマグラジャパンいうところの、ドライオーガズムがもたらされる器具です。なんですって、っていうわけ。じゃあもう後ろで、お天気のノリとかはもういろんなことでもう、なんつうの。ちょっと熱暴走を仕掛けちゃってるわけ。まず自分の知らない制御が目の前にあるっていうことと、チカちゃんっていうその見た目、その普通の AD さん、俺はそのいろんな企画会議とかでチカちゃんと会ってるから、そのチカちゃんがちょっとセンスが変わってたりとか、面白かったりするの知ってんだけど、その、ノリとかは、その番組内でしか出会わない。番組撮ってる時しか出会わないから、いろいろ忙しく働いてる彼女しか知らないから、その彼女が、淡々とドライオーガズムの話を始めてることとかに対してもうノリとかは暴走始まっちゃってるからポッポになっちゃってて、まあわかりましたと、とりあえず ありがとうっつって、でましてほら三田寺ちゃんとその若い女の子が周りにいるからいるのと、あとなんつったらいいのかな、俺が結構こんな番組でこんなことを言ってるけど意外に天下ですらもう使うのが苦手っていうか、なんつうのかね、落ち込んじゃうんだよね。週刊文春にちっちゃい、その、スーパーボール入れた筒はいいんだけど、そういう、こう、ジョークグッズを買って、自分で使用したりとかすると、もう知ってるときはおそらく楽しいんだろうけど、相当楽しいんだと思うけど、なんだろうね、その、使い終わった後に、暗黒みたいなのが来るんだよね。なんか ここまでやったか俺はっていう。ここまで今、おそらく快感に身を任せちゃうと思うので、落ち込みが激しくて、落ち込んじゃうから、あんま使わないし、もっと言うとみんなの前とかでは、そういうのもらったから若手にあげるよっていうキャラだから、あんまりこう、その執着しないし、若い頃だったら使ったんだけどね、みたいなところで、なんで自分の中のこう、とんでもないものが剥き出しになるものをいつも抑えてるから、で、そのエネマグラを持って楽屋に帰ったんで、もうずーっとノリが見てるわけ、このエネマグラを。ただ、なんかこう感じるものがあるわけ、その。今までの日本製のものに関しては、日本製のものとかこうその手のものに関しては、なんか想像がつくわけ、おそらく。想像、こんな感じなんだろうなっていう。この筒状のところをこうやって、こうやると、こうなって、こうかハオワーオぐらいだなとかわかるわけ、大体もうね、長いから、人間も人生長いから。だけど、で、おそらくこれは、雑誌を筒にしたものにスーパーボールを入れれば大体大丈夫だってことがわかるんだけど、それだけ、わかんないじゃん、なんかなんもわかんないから、試しにこう、ちょっとネットで調べてみたら、なんかすごい熱い感じの、
今まではさ、ジョークグッズみたいなもんで、ジョークグッズじゃん。ジョークグッズはみんな自由に楽しんでくださいみたいなもので、だいたい見ると多分ここにこれを入れてこうなんだなってわかるじゃん。形が全然わかんないんだよ。で、見たら、なんか、結構使用法みたいのが、そのすごいこう、そのページ数にわたってその、エネマグラジャパン .com の方にこう表記されてるわけですよ。一旦、ステップ1。直腸洗浄。直腸が空であることを確認し、米国 HIH 社、H 社推奨のレクタルシリンジ、括弧直腸洗浄機に温水を入れてください。温水での洗浄がプレイに入った時も、最も違和感が少ないです。この時の温水の温度が重要です。ぬるま湯程度25度 C から40度ぐらいが適当です。冷たすぎても、暑すぎても直腸が受け付けず、入り口で排出されてしまうので注意しましょう。使用時期としては、便通後約1時間ぐらいがいいようです。便器にしゃがんで、どのコーナーっていうのがずっとあって、この1が、今1のカッコ1とカッコ2を読んだのね。で、カッコ3が便器にしゃがんでから入って、カッコ4、カッコ5、まででステップ1が終わって、で、このステップが、6、7、8、9! 9! B5 版にプリントアウトしたところですね。このステップ9まででですね、1、2、3、4、5枚ですね。5枚ありまして、その後、ポイントのおさらい。よくある質問。ね。で、そのよくある質問の項とか、ずっといっぱい行きまして、なんだかんだで、全部で9枚。9枚にわたって基本的な使用の仕方が書いてあるんですよ。これで、最初はこれ調べたらすぐノリにあげちゃおうと思ってたんですね。ノリが横にいたから。ね。それが、使用者の声。っていうページを見たときにちょっと感じが変わっちゃったんです。使用者の声のところにすごく気持ちよかったですって書いてあったりとか、最初は怖かったのですがとか、あと何でしょうね、あまり気持ちよくなかったですとか、まあ書いてあれば僕もいらないです。まあ気持ちよくなかったらそれはね、業者のものは書かないと思いますけど、使用者の声の中でも今までのものの中では一番気持ちよかったですとか、そういう程度だったら僕も何とも思わないんですけど、使用者の声の一番上がですね、実際に体験してみたら、大声を上げずにはいられませんって書いてあるんですよ。ね。で、エネマグラ EX を購入して10日ぐらいで、もうすぐドライという快感までなんとか得られるようになったある日、シティホテルに一人で泊まる機会があり、EX を持参して部屋で入浴してリラックス、広いベッドで準備を整え、余計な光や音、映像もシャットアウトして全裸で集中力を高め、気分的にはこれからエネ様に侵されるのねと、女性的な心理状態もセッティングできましたって書いてあるのね。で、そしていざ、挿入開始。肛門の3分の1締め付け状態を保持して EX の動きを感じることに集中。肛門の引くつきと下半身の痺れの快感を我慢すること数回。もうこれ以上は限界というところで、一段階強い締め付けを加えたところ。一瞬何ともないような静寂の間の後。言葉に表せない強烈な快感が、快感がぐわーっと全身に広がり、体中が震え、泣き叫ばずにはおられず、涙が溢れ続け、こんなのあるね。こんなことある？生まれてからこの方。ないよね。こんなこと今まである？これってし、さ、俺たちが今までやってきたこととまたちょっと違うよね、なんかね。何これ、何この、何使用者からのお便り、ここなんだ、一瞬何もないような静寂の間の後、言葉に表せない痛烈な快感がぐわーっと全身に広がり、体中が震え、泣き叫ばずにはいられず、
涙も溢れ、その状態が20秒ほど続いた後って書いてあるのね。これはもうさ、主因じゃないよね。下脱だよね、完全なね、もうね。映像に表したら、もう凡人だったはずの俺の後ろに五行がスバーっていう感じだよね。それでなんか、男子に10人組ぐらいの混声合唱団に、おめでとう、ようこそ、みたいな、その感じだよね。すごいのが、これがシティホテルで一人泊まることがあった夜の。何この文章力。もしこんなこと起きたら、人生変わっちゃいそうだもんね、なんかね。もう43じゃ無、これ、もしこれ43で来た場合に、どうな、なんか変わっちゃうよね、おそらくね。相当変わっちゃうよね。これでなんかね、エネマグラの、エネマグラ自体の、ウィキペディアとかを見てみると、ウィキペディアを見てみると、なんかもともとはその前立腺マッサージのその医学的な、医学的に、その前立腺マッサージみたいのから発生して、快感追求して出来上がる、なんかものすごくその特許とかを持たれてる。なんかここの、わかんない。他のサイト見てないかわかんないけど、ここによればこの会社の、エネマグラ以外を使っちゃダメですよ、みたいな。使っても、責任持てませんよ、みたいな。そんないい加減な、いい加減にエネってんだったらもう私は知らないよっていう感じのことがすごい書いてあって、ここのエネマグラ、ジャパンの会社じゃないと、ダメですよ、みたいなことを書いてあるし、お値段も結構な、そこそこのお値段なんですけど、もうなんかわかんないけど、もう誰にもあげたくないけど、やる勇気もないみたいなことで、多分しばらくの間家に寄贈されていく感じなんですけど、ノリにあげるのは嫌じゃん。ここまでのこと書いてあって、どうする？次会った時にノリが、穏やかな顔で仏様のような顔でノリが何をやっても怒らなくなる可能性あるわけじゃないですか。これはもうどれぐらいまで来てんですかね、このエネマグラの。でもね、知ってる人は知ってるっぽいんだよね。今ににエネマグラって知ってる？まあ今にもまたこれがすごい好きな、あいつテレビで絶対できない芸で、ああいう天下とか、あと、なんつったっけ、あいつが言ってた名前忘れちゃったけど、なんかその、ドンキホーテで売ってるようなジョークグッズあるじゃないですか。ジョーク、花眼鏡とかは違う意味の。ねえ、ねえ、宴会部長ってタスキとかとは違うコーナーにある、ねえ、ジョークグッズの、音の、違いっていうモノマネとかできるから。それぐらい。で、そのモノマネをすると俺は全然わかんないんだけど、ノリが腹抱えて転げ回るぐらい笑うのよ。演じ分けられてるっていうことだと思うんだけど、それぐらい その今にはご存知な方だから、今にこの間IJP でもらったの、帰りもらったやつのエネマグラって知ってるって言ったら、今にもエネマ聞いてはいると聞いてはいるけれども、結構そのちゃんとした使い方をしなきゃいけないっていうんで、そう簡単には踏み出せないんで、今は踏みとどまってるんですけど、次まとまったお金が入ったらエネマグラ行こうと思ってんですよ、みたいな話してて、だからもう、もちろん、こういうものだから、おすすめもしないし、もっと俺は怖くてやってないし、やらないから、おそらく、怖くてこの壁を、突き進めないから、おやりになる人は自己責任でどうぞっていうとか、としか言えないんだけど、ただ、この、何？仕様のその、感想、すごいよ。俺と同い年の人が、大声が出てしまい、ドライオルガスムスに至りましたって書いてあって、まあそういう、で、一回じゃそこまでいかないらしいんですけどね。そのある程度やり方を鍛えて初めてですよ。シティホテルにたまたま泊まることができたから、ね。よくわからない。女性心理の状態にまでセッティングした上でですよ。自分が。ね。来たって言うんですけど。どう、もうあれなのかな、とんがりキッズたちはやってるのかな、この番組を聞いてるようなとんがりキッズたちはもうすでにエネってんのかな、エネってんだとするならば、ちょっと知りたいよね。小林信彦さんやってます、やってねえだろどう考えたって、失礼すぎるだろどうやったって、風俗ライターじゃねえよバカ野郎、
だからもう成田明先生はもうやってる可能性ありますよ。なめだるま親方とかはもうすでにやってる可能性ありますけれども、僕はまだこの器具を手に入れ、器具とセットは手に入れたものの、まだエネレテはいないんですよ。ね。みんなで一斉のせいでやるのも嫌だもんね、なんかね。これね。だって、多分みんなで一斉のせいでやるじゃん。こういうやつで、ね。と、俺と、その、構成の渡辺と、ディレクター池田と、AD の金子と、そのミキサーの岡部で全員でやっとするじゃんか。最初にドライに行ったやつだけが、神様みたいに変わってくるわけでしょ。だって完全に、悟りの感じだもんね。スバーだもんね。なんか、スバ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 ーだもんね。それで誰かだけが、例えば、この中の3人だけ、来週会った時に悟ってた場合、もう明らかにありがたい感じのお顔になってた時にですよ。俺、そうなってない俺たちの焦りってすごいじゃん。焦りで、もうちょっと、どう使うか知んないけど、忙しく動かしすぎて、前立腺を傷つけたりした場合、どうすんのって話になっちゃうじゃん。その、みんなの感じ、悟りの感じと、あと、変な話、これを出したことで急に悟った顔になった上に辞表を提出された場合ですよ。もうこっちの人生になるってなられた場合にどうしようみたいなのあるんで、ちょっとこの、ここは踏み出すの怖いよね。これは、マジで踏み出すの怖いよね。天下はまだ、想像がついた中での一番の多分、いいやつで、おしゃれなやつで買いやすいで多分今まで来たと思うんですよ。これはなんか大きな一歩を踏み出しちゃう感じだよね。なんか、伊香保温泉まで旅行行ってたの、と、石垣島に行くのぐらい差が、それあんま差がねえのよ、国内同士だし。わかんないけど、これはね、ちょっと、今、俺の家の中で、一応自分の神さんにも見せられないから、自分の部屋の引き出しに入ってんだけど、浅名優奈起きるとその引き出しを見ちゃうね、一回ね。引き出しに、奴が、俺の人生を変えるかもしれない、深い玩具が、あそこに、あなたの人生を変えるかもしれない深い玩具が、あそこに入ってるんだっていうことを、浅名優奈チラって見て、おー、違う。夜とか眠れない時に、いや、違う、一旦見てから違うになってるね。一応ファックスね、あったら送って、曲。ただすごい心配っていうかさ、自分の中でもそこにどうしても俺が踏み越えられないとか、踏み越える必要はないんじゃないかといつも思っちゃうことがね、あるのはね。そんな気持ちいいとするじゃん。ね、すごい気持ちいいとする。今までの主演だって十分気持ちよかったよな、チェンチェン。ね、それで、まあ、今、ちんちんとも同意をしたんだけれども、うちのペニボーも、別に、気持ちよかったですってなるわけじゃないですか。別に気持ちよかったわけですよ。それをさ、何倍もの快感を得ちゃうとすれば、しかも、後ろの門で、ね、後ろの門で、すごい快感を得ちゃうとするじゃんか。そうするとさ、なんつうの？もうそっち基準じゃ、100、快感なんてそんなじゃん。快感なんて絶対そんなもんだって思うんですよね。なんか、生活レベルを上げちゃうようなもんだから、もうそこが、ちゃんと我慢で、お誕生日、エマクラはお誕生日だけってできる。その完全にお誕生日エネマしかやらないで、その自分が自制することは苦しくないのかな。だって、こればっかりはそういうエロは深いからね。こんなに全部が全部何でも見れるような時代になったのにもかかわらず、たまたま、桐畑徹くんはエロ本が好きなんですよ。すごいビデオよりもエロ本が好きなんだけど、桐畑徹くんの家でどうしようもないエロ本パラパラめくってると、意外にこれはこれでってなるから、大丈夫なんかね。でもさ、その快感の基準は、がどんどん上の方に上がってっちゃってさ、例えば、エネマグラをしながら何か今まででも自分が一番こう嬉しかったこととか楽しかったことを同時にやっちゃう攻撃みたいなにこう欲望は上がってくんじゃないの。肛門にそのエネマグラを入れたままなんか好きな絵画を描くみたいな、そういうこうどんどんさエロ本見ながらとかいろんなことを乳首に洗濯バサミを両方やったまんまのみたいなのになってったりとかしたら、エネマがない日って大丈夫なの？そこまで気持ちよかったね。エネマ切れ起こしてるときに、
しょうがないから、一から、そのもうお金もないし、彫刻刀で寝まぐらみたいな形のものを、その、建築廃材から掘り出してお尻に入れたら、ささくれだってお尻が傷ついちゃったみたいなことはないわけ。その辺の、こう、快感を追求していったときに、自分はその、快感のない日に耐えられるのかどうかっていう、しょっちゅう俺が痙攣して泣いてたら、伊集院さん今何してますっていう、ムーってなってたら、ブル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 、ワーってなってたら、どうする？一応ファックス一枚来ましたけど、ペンネーム新一年生、こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいています。昔友人にエネマグラのこと聞きました。結構古いもんなんだね。もう相当気持ちいい。もうエネマに慣れて、もう自分の我が物にするともう相当気持ちいいと。なんかこう、下世話なこと書いてあります。まあどれだけ俺が今まで下世話なこと話してきたかですけど、下世話なこと書いてあります。もう要するに、ペニボーが、おはようございますってなんなくても、もうそのまま、痙攣するぐらい、なんです。だ、いうことを聞いたんですって、この人。慣れると。で、慣れるまでまず時間がかかる。それは書いてある。それあのトレーニングっていうか何度もちゃんとやんないとっつって。で、あと、間違った仕方をするとその体内にダメージを与えること、その前立腺にダメージを与えることもある。と聞きましたと、聞きました。で、主因とはと。ね。主因ってのもみんな使うようになってきたら、これから手慰みって呼ぶことにしますけど。手慰みとはまた別の、ものだと言われました。想像以上に気持ちいいとは言われましたが、やっぱり奥の手として取っとかないと、もうやばいんじゃないかなっていう、ちょっと気もするんだよね。どうなのかね。なんか、その、手慰みと、ね、エロいこと、本当のエッチとって、どっかから途中で分岐し始める気がするんですね。これ別物にどんどんなっていくと思うんです。で、そうするとその、手慰みの、そこまで究極のやつに行っちゃったときに、もう完全に分離しちゃうんじゃないのっていう感じがちょっと怖いけど、ただ今日も俺寝る前にその引き出しを2回ぐらい見ると思うんだよね。家帰ってぐったりして寝る前に2、3度見ると思うんだよね。どうなんでしょうか。もし私はもうすでに使っていますっていうね、もしくは私はこれで会社を辞めましたっていうね。方いましたら、ファックス番号東京 03-5562-9540、 東京 03-5562-9540 までお待ちしております。ファックス、ラジオネーム悲願の人、エネマグラ挑戦しました。ただ調子に乗っていた僕は上級者向けの器具を購入してしまったために。何、上級者向けの器具ってあんの？2、3度試しても噂に聞くドライオーガズムに達しませんでした。自分には相性が悪いものと戸棚の奥にしまって忘れていました。あー、多分もう今日からまたお前チラ見しちゃうだろ。その戸棚何度も見ちゃうね。そしてですね、ペンネームただ同然、えねったことはないのですが、友人に一人マグラーがいる。えねったことはないけどマグラーがいるんだって。で、で話を聞いていると何やらすんごいことになるようで、伊集院さん同様エネマ童貞を守っています。俺わかるんだよ、わかってくれる、そこまで快感って言われるとちょっといけねえんじゃねえかみたいな。自分の中のイメージは、しかし自分の中のイメージはどんどん膨らんでいて、具体的に言うと劇場版ガンダム3でララーを撃った時のシーンみたい。もう宇宙のもうエルメスがピカー、まあ、ララーソン専用モビルアーマーがピカーってなってる時の、宇宙に二人こうやって飛び出してって、いろんな透過光熱がピカーピカーピカーってなってるやつ見て、うわーってなっちゃうんだ。それはきついね。わー、なんかそれだってもうビクビクってなって、うおーって泣いてる時に、今度は2の挿入歌の愛戦士が、テレテテンテテン、テレテテンテテン、愛が入ってきたの、もう。その快感の波から帰ることはできないね。すごいね。みんなイメージすごい進んじゃうね。でですね、俺やみんなをクールダウンさせるいいファックスが来ましたよ。ね、ラジオネームジャントニオイノワ、
エネマグラの件ですが、以前品川商事の品川さんがエネマグラを使っているという話を聞いたことがあります。あ、僕もういいです、大丈夫です。ね、僕もうすごいで全然あ、ノリ君にあげることに、ノリ君にエネマグラをあげることにしました。必要じゃん。必要じゃん。